えっと、私が好きなあの数学者、まあ、あえて一人挙げるならば、えっと、最近ドラマにもなってたんですけど、岡清さん、えー、日本の数学者です。で、まあ,あんまり知られてないかもしれないんですけれども、彼は長い年月をかけて、あの生涯の,あの 研究として取り組んでたものをずっと追ってですね。で、最終的にあの世界的に認められたっていうあの、そういう業を成し遂げた数学者です。 で家族に本当にあのものすごく支えられたあの方でもあるんですけれども何よりもやっぱりすごく苦しい時代もあの時もあの経験してるんですけれどももう諦めずにずっとあの追い求めたいものをもう果てしなく頑張って追求したっていうそういう姿勢が私はとてもあの印象深く残っていてあの私もそんなふうに情熱持ってあの今やりたいことっていうのをあの突き進んで。 追い求めていきたいなというふうに思っています。